アロハアーノルド旅行に行くんだねクルーズ船の一番安いチケットは860ドルさあ出発だ乗客数は6000人それに2200人のクルーメンバーたちが集まって記念写真を撮ってるよ潜り込むチャンス今は広告収入も他の収入もありません おい勝手に触るな君の頭の悪さは勲章ものだよ巨大なクルーズ船を一人で楽しむっていう夢を実現させたねあわずか7日間の旅でも1万2,000個の卵3 8 0キロのアイスクリーム2トンのシーフードと肉を積み込んでいるんだ。 君が一人で食べる場合5年間は楽々と暮らしていける量だだからこういうクルーズを満喫すると乗客の体重は平均で3キロ増えるんだすごく楽しい娯楽も山のように用意されているんだほとんどの人は7日間では遊びきれないんだよいやガスケみたいだね最高の速度で走るには1日5トンの燃料を消費するんだ 今君の船は他の船と同じように海の上を漂っている港に入るより安いからだどうやら君のバケーションは思ったより長くなりそうだね1ヶ月経った一体今どのあたりなんだろうねおめでとうアーノルド世界の嫌われ者になったよさあ荷物をまとめてバケーションは終わりだ